よう、隊長さん。どうしたんだよ、初歩。何かあったのか？あ、いや、なんでもねえよ。その、呼び出して悪かったな。なあ、初歩、何かあったのか？別に何もねえよ。悩みがあるなら俺に言ってくれていいんだぞ。何も、なんて言えばいいか分かんねえよ。もしかして初歩、例の実家に帰るって話が本当になったんじゃないだろうな？もし、そうだったら、どうするってんだよ。絶対に返さない。初歩は、花組に必要な存在だ。そうかい。ありがとよ。素直に嬉しいぜ。でも、安心しな。実家に帰るなんて話はねえからさ。よかった。安心したよ。どうもよくわからないな。初歩、一体どうしたんだ？何を悩んでる？なんかさ、参っちまったんだよ。私は何もできないなってさ。私たちは上海歌劇団に勝った。ほんとすげえことだと思う。でもさ、私なんかいなくても花組は輝けるんじゃないのかな。私には何にもない。何にもないんだ。そんなに塞ぎ込んで、いつもの表情豊かで楽しい初歩はどこに行ったんだよ。私だっていつも楽しいばかりじゃねえよ。見るなよ。桜みてえな綺麗な手じゃないんだ。その大道具をいじったりしてると時々引っ掛けたりして、どうしてもさ。細かい傷は確かにある。だが美しい傷じゃないか。舞台のために力仕事も厭わない。そんな初歩をみんな頼りにしてるんだよ。
これか。うちの神社じゃ綱たすきって言うんだけど、変かな。いや、そんなことないよ。初穂の切符の良さをよく表していると思う。切符がいいか。表情豊かといえば、アツホは話す言葉もいろいろと表現豊かだよな。口が悪いのは生まれつきさ。悪いけど諦めてくれ。切符がいいって言われてもな、そんなの何の役にも立ちゃしないぜ。アツホのその人柄が周りを明るくしてくれるんだよ。十分みんなの役に立ててるじゃないか。そうかな。口が悪いといえば悪いけど、不思議と嫌な気持ちにならないんだ、アツホの場合。そうか。それならいいけどさ。それもアツホが正直だからだよ。みんな分かってる。おう。自分には何もないって言うけど、アツホには他のみんなにはない力があるよ。他のみんなにはない力？なもんあるわけねえだろ。元気づけようとしてくれるのは嬉しいけどよ。そんな適当なこと言われたって。適当なんかじゃない。いいか、ハツホ、君が持っている力、それは みんなを笑顔にする力だ。ハツホだけの素晴らしい力だよ。そんなの戦いに必要ない力だろう。ああ、そうかもしれない。だけど笑顔なくして人は生きられないんだ。みんなアツホに元気をもらってる。アツホは花組の太陽なんだ。ありがとよ、隊長さん。あんたの言葉で何か救われた気がする。あのさ、もっと近くに行ってもいいかな。ああ、もちろんだ。何も遠慮することなんてない。うん。隊長さん、教えてくれ。あんたの目には私はどう見える？アツホの笑い声が聞きたいな。ああ、いつもの私に戻ったらな。けど今はもうちょっとだけいいだろう。綺麗な髪だ、アツホの髪。俺は好きだよ。うん、ありがとうな。なんだよ、そんなに見つめられたら参っちまうよ。ね、熱はねえよ。でもほっぺたがさ、熱くて変なんだ。
なあ隊長さん、あんたの手で触れてくれないか。ひんやりして気持ちいいぜ。それになんだか嬉しいな。なあ初穂、やっぱりまだ自分に自信が持てないかい？そんなことないぜ。あんたに私の力を教えてもらったからな。ただ今は近くであんたを感じていたいんだ。それだけだよ。こうして間近で改めて見るとさ、初子って意外に美人なんじゃないか？意外ってなんだよ。俺でも小さい頃から東雲神社の女神様って言われてたんだぜ。なあ初子、ちょっとだけ髪を撫でてもいいか？ああいいぜ、私も撫でてほしい。なんか嬉しいな。安心するのにドキドキするぜ。なんだか胸のあたりが温かいや。こんな気持ちになったの初めてだけど、隊長さんよ、あんたはすげえやつだ。あんたの言葉は私に力をくれる。私が何なのか答えてくれる。だから教えてくれ、私は何なんだ？アツホ、俺には君が。女の子に見える。どこにでもいる。でもここにしかいない特別な女の子、それがアツホなんだよ。やっぱすげえな。なんだかグッときちまったぜ。ありがとよ隊長さん。私は今すっげえ嬉しい。さーて、魔法の時間はそろそろ終わりだ。今からはいつも通りの初穂ちゃんだぜ。確かにいつも通りの初穂だ。なんか安心したよ。まちょっとばかし心配かけちまったかな。けどもう大丈夫だぜ。そうか、それじゃ俺はそろそろ行くよ。な、じゃあな隊長さん。
来てくれたんだな、神山。来いって言ったの初穂じゃないか。どうしたんだよ。いや、別に。伝聞で伝えた通りだぜ。そのちょっと神山と話したくなっただけさ。で、神山？そういえばさっきもそう呼んでたよな、確か。まあな、なんか変か？もしかして嫌だったりするか？いや、嬉しいよ。なんなら清十郎でもいいんだぞ。そうか。じゃあ、清十郎は…いや、さすがにそれは恥ずかしいぜ。でもよかった。嫌だって言われたらどうしようかと思ってたんだ。嫌だなんて思うわけないだろ。でも、どうしてなんだ？だってよ、神山、言ってたじゃねえか。私たち、花組は家族だって。それなのに、隊長さんじゃ他人行儀が過ぎると思ったんだ。まあ、それで何が変わるってわけでもないけどさ。でも、ちょっとだけ、あんたとの距離が近くなったような気がするよ。とにかく、そういうこった。じゃな、私は部屋に戻るぜ。どうしたんだ、神山。何かあったのかよ。いや、何もないけど、初穂がどうしているかと思ってね。ま、いいや。私もそっち行こうかと思ってたんだ。俺に用が？もしかして。デートのお誘いかい？光栄だな。あ、ちげえよ。そんなわけあるかよ。初穂？いや、なんていうか、そのどうしたんだろう。なんだかいつもの初穂らしくないぞ。なあ、神山、おめえ明日暇か？よかったらさ、一緒に付き合ってほしいところがあんだけど、どうかな。一緒に？それは。いいよ、付き合うよ。本当か？よっしゃ、やったぜ。喜びすぎじゃないか？わりわり、嬉しくてついな。じゃあさ、明日は帝都中央駅の駅前広場で待ち合わせな。いいか？ああ、わかった。帝都中央駅の駅前広場だな。どこに行くつもりなんだ？それは明日のお楽しみってやつだ。それじゃ、神山、明日に備えてさっさと寝ろよ。おやすみ。ああ、おやすみ、初穂。初穂、ごめん、待たせたか。いや、大
して待ってねえよ。でも早く行こうぜ。やっぱ他の人に見られるとなんていうか恥ずかしいし。でも今日はどこに行くんだ？何も考えてないんだけど。ああ、それなら決まってる。私ん家に行くぜ。え？初子の家って。おいさー、おいさー、メリークリスマス。おいさー、おいさー、メリークリスマス。篠ノ目神社クリスマス祭りか。まあこんなことだろうとは思ってたよ。ほら神山、声が小さいぞ。おお、おいさー、おいさー、それおいさー、おいさー、メリークリスマス。初穂ちゃん、今日はすっげー気合い入ってんな。兄ちゃんを意識してるんじゃねえかい？そうですかね。初穂はいつもあんな感じですよ。もっともっと盛り上がっていくぜ。よし神山、大声で気合い入れてくれ。気合い、よし。メリークリスマス。この祭りみんなで楽しもう。いい叫びじゃねえか神山。みんな神山に負けるんじゃねえぞ。よっしゃ、篠ノ目神社の祭りは日本一だ。寒さなんてぶっ飛ばして盛り上がろうぜ。おいさなんだかんだで盛り上がったかな。よっしゃ、今日はもう止まらねえぞ。みんな気合い入れろよ。おお、神山がいてくれたおかげで盛り上がったよ。ありがとな。俺も楽しかったよ。みこしを担いだのなんて初めてだ。その割には結構様になってたぜ。神山には祭りの才能があるかもしれねえな。ありがとう。そういう初穂は。可愛いサンタさんだったよ。神社の祭りなのにな。他の祭りのいいところは取り入れる。これ篠ノ目神社の掟。里の掟みたいだな。でもいいことだよ。やっぱ祭りは何より楽しくなくちゃな。伝統だなんだばっかじゃ堅苦しくていけねえよ。そうだな、いい祭りだったよ本当に。そう言ってくれると嬉しいぜ。来年もまた一緒にやれるといいな。わー、いい息抜きになったぜ。今日はありがとな神山。彼女は今どうしてるかな。ん？誰か来たのか。初穂、一体どうしたんだよ。いや、だから自分でもよくわかんねえけど、なんとなく神山に会いたくなってさ。俺も初穂に会いたいって思ってたよ。そうなのか。そっか。
神山もそんな時があるんだな。なあ、よかったらさ、今から私に付き合わないか？実はさ、行ってみたいとこがあるんだ。いいよ、行こうか。え、いいのか？ありがとな、神山。この観覧車、もう動いてたのか。そういえば乗ったことなかったな。一度乗ってみたかったんだけど、なかなか機会がなくてよ。でも乗るなら今日だろ。だって今日は特別な日だぜ。確かにそうだな。じゃあ一緒に乗ろうか。屋上観覧車だけあってすごい眺めだ。あんなに遠くまで見える。どうしたんだよ初歩、外を見ないのか？あのよ神山、私なんか変なんだ。心臓がバクバクいってる。これも全然動かねえ。どうしちまったんだ私。こんなの初めてだ。いや、そんなこと言わずに見てみろよ。いい眺めだぞ、ほらほら。高いところが怖いのか？知らねえよ。すげえぞ、初めてなんだよ。助けてくれ。ハツホ、俺だけを見つめていればいい。それなら怖くないだろう。いい子だ。もう死ぬ、私もう死ぬ、死んじまえ。ダメか、高いところにいるって分かってるからな。神山、助けてくれ。どうだ神山、まだ下に着かねえのか？まだ登ってる最中だって。半分も来てないよ。そうか、なんだか床が透けて見える気分だぜ。しかし初歩にこんな弱点があるなんてな。可愛いところもあるじゃないか。うるせえよ、私は全部可愛いんだよ。そうだな、ごめんごめん。やっぱダメだ、なんかまたすっげー怖くなってきた。神山、こっちに来て、そばにいてくれねえか。わかったよ。これでいいか。ちょっと近すぎる気もするけど。いや、これぐらいがいい。離れたらまた怖くなっちまう。せめて下に着くまでこのままでいてくれよ。ああ、わかったよ。ずっとそばに。神山、ありがとうな。私に何か用か？ああ、ちょっと様子を見に来たんだ。
ハツホ、調子はどうだ？おう、ハツホちゃんは相変わらず絶好調だぜ。そうか。そんなこと言って無理してるんじゃないのか？なんだよ、んなわけねえから変な心配すんなよな。そうか、ならいいんだけど。でも何か不安があれば言ってくれ。俺でよければ話を聞くからさ。私は大丈夫だからさ、みんなのところに行ってやってくれよ。わかった。それじゃあ他を見てくるよ。待って、ハツコ。待ってくれ、行かないでくれよ神山。ごめん神山、私寄せ我慢してた。怖いんだ、怖いんだよ、震えが止まらねえんだ。私は帰ってこられるのかな、みんな帰ってこられるのかな、あの定劇の日常にまた戻れるのかな。ハツホ、大丈夫だ。君もみんなも俺が必ず守るよ。わかってる、神山ならそう言うってことはさ、そしてその通りにするってことも。私はあんたを信じてるから。けどもう少しだけ願いだから、このままでいさせて。ハツホ、神山の背中、広くてあったかくて落ち着くな。こういうの私好きだぜ。さすがは隊長だ。ありがとうよ神山、なんか悪いな。でもおかげで元気100倍だぜ。このぐらいお安い御用だよ。ハツホが元気になってくれて本当によかった。次の戦い必ず勝利して帝劇に一緒に帰ろうな。お、ハツホちゃんに任せとけ。まだかな神山。ああ、ハツホ、遅かった。え、似合わないかな、こういうさ女の子っぽい格好。いやいやいや、全然、すごく似合ってる。おう、じゃあ行こうか。なんかやたら動悸が激しいし顔も熱い。風邪でも引いたのかな。綺麗だ。あ、私は神山、いや神山清十郎さんが。